あ、この CM の人、あの人だ。友達だ。私の友達じゃない、違う、なん言い方あれだな。私の友達じゃなくってさあちゃんの、さあちゃんの友達だ。さあちゃんの親友だった。今 CM 出てた。さあちゃんっていうのは私の友達じゃなくって、全然ギューティーの新川優愛さんの、昨日見ました、ギューティー。え、なんか、え、怖っ。マジで、マジで、あの人までグルだったのっていう感じ。すごい。なんか、あ、そっちっていう感じだった。めっちゃやばいね。そう、なんかアリちゃんも見てるらしくって、ギルティー。だから前、一昨日かな、アリちゃん、アリちゃん見てんのって、で、あー見てるよーって、今何話って言ってた。なんか昨日の見たかな、アリちゃん、アリちゃんと話そう、また見たって、やばいよねあれ話そう。あ、まだ見てないから言わないで。なんかすごい、すごい、すごいしか言えない。すごい、マジそこつながるっていう感じ。なんかこう人に言うの、なんだろうな、人に恨みってそんなに何年もかけてあるものなんだなって思った。からもし例えば、わかんないけど、今私に恨みができたら、わかんない、私が5年後とかにも全然シティーいなくなったとかの時に、実はあの時みたいな感じで言われるのかなって。怖いよね。もうさあ、だってなんかでも主人公のさあちゃんも言ってたけど、まあなんだろう、傷つけるつもりなくて人を傷つけるのも良くないけど、人を傷つけようと思って傷つけるのを私は許さないって言ってて、確かにって思いながら、え、でも怖い、どっちも怖いね、どっちもギルティー、面白い、今めっちゃハマってる、一番ハマってるドラマです。うん、今日の三田園さんで浄化されます。確かにそうしよう、そうしよう。今日の予告は何かな、三田園さん。久しぶりに友人と再会して飲みすぎてしまった。八木翔子は翌朝目を覚めると家がとんでもないことに、隣では見知らぬ裸の男性が眠り、家は荒れまくっていた。この秘書課は自宅で婚約パーティーを開くため、婚約者の相手の母親が訪ねてくる予定もあり、慌てて家政婦三田園薫と霧島舞に片付けと料理の準備をお願いするが、ピンチを救うために村田光も助っ人に。だって予告。あ、派遣の品格面白い、面白そう。すごい CM ですごい見てる、めっちゃ面白そうって見てました。そう、番組表の、最近はドラマにハマってるね。なんか最近
こう時間があってテレビが、まあ、もちろん毎日テレビは見てるんだけど、こうテレビが見れるのですよ、ちゃんと。あの夜とかもさ、そんなに遅くならないか、いつもだったらね、なんかなかなかドラマとか見れなかったけど、うん、そうだね、もう録画もできるようになったし、録画できるようになったから、うん、もう自粛期間でね、時間がねできたので、こうやってドラマに見てます。高校の時とか本当に全然ドラマ見なかった、うん、高校の時はテレビ見なかったかもしれない、うん、まあ、あんまり、うん、なんか帰ってくるのもそんなに早くないし、あとはなんか、まあ、家族といると、私さ、あのなんか最後に寝る人が全部電気消していかないといけないんだけど、寝室が2階だから1階の全部電気消して2階に行かないといけなくて、私はそれができないから、あの絶対もう誰かが寝る前に2階に上がらないといけないのよ。お母さんとかも12時には絶対寝てるから、そんな弟もそんなに遅くまで起きてないのよ、お姉ちゃんも。だからもう早く帰ってご飯食べて、早くお風呂に入って、早く出ないといなくなるから、みんなが寝ちゃうから、その前に全部済ませないといけない。そういう夜更かしができないんですよ、電気消さないといけないから。で今は一人暮らしだから、自分でピッてやって電気消せばいいし、だからね、ついついゴロゴロダラダラしちゃいますけど、でもなんだかんだこの前話してたんだけど、誰かメンバーと、私一人暮らし5年目なんですよね、実は。すごくない？意外に5年目。シティ入る前から、そう、広島に来てたから、大学で5年目。うん、長いような短いような、私はめっちゃ長いっていうか5年もって感じ、うん、一人寂しくない？めっちゃ寂しいです。だからショールームしちゃう、寂しいから、だからショールームをしちゃう、夜誰かと話したいから。広島の街は詳しくなった。それがあの、なんか私あんまりご飯を食べに行かないんですよね。大学行ってた時もずっとバイトしてたので、あんまり友達と食べなんかどっか食べに行こうとかがあんまりなかったんですよね。だから行きつけのお店で来た、だからそういうのがないんです、全く。外食あんまりしないですね、本当にしないですね、うん、この、うん、大学生の時もまかないとかずっと、そうだね、本当にコンビニとかだったの、あと本当にまかない。シティ入ってからもうずっとコンビニだったな。家帰るも遅いし、料理とかいちいち作ってたらもう時間がなくって、
ていう言い訳なんですけど、結局はかな。お家の人星になってるけども、お家の人来た時にみたいな感じか。外で食べない。あ、お母さんとかお父さん来た時は近所のお好み焼き屋さんに行きます。なんかそのお好み焼き屋さんも自分で見つけたんじゃなくって、お父さんが見つけたのかな。うん、なんかな、3回ぐらい行ったかなって感じだから、まあなんかお好み焼き家族で食べに行くって言ったらそこって感じかな。でも全なんか全くご飯食べに行かないわけじゃなくって、食べには行くけどそんなに頻繁に行かないなって感じ。それこそなんかニャーポッポでねご飯食べに行ったりとかもするし、なんかねメンバーととかたまにあるけど、たまにかな。本当にめっちゃ行くわけではないし、そうもなんか昼ご飯とかサクッと牛丼屋さんとか行っちゃったりする。うん、おしゃんなカフェは一人で入りにくい。あ、でもあんまりもうおしゃんなカフェもなんかどこにあるのかがわからないんだよね。全然行かないの、全然行かないなとか言いながら、結局多分行ったのは行ったんだと思うけど、なんか全然行かないなっていうと全く行ってないみたいな感じに聞こえるかもしれないけど、なんか何回かは行ってるんだろうけどね。うーん、タピオカ未だに頼めない人。タピオカは私のそのランニングのコースにの近くにあって、タピオカ屋さんがもう今は走ってないんですけど、前走ってた時にあったので、3回に1回ぐらいでいい、買ってたかもしれないタピオカを。そこでめっちゃもちもちなんですよ。だからなんかだいたい行き石に買ってちょっと走って、なんかそこに戻って捨ててまた走るみたいな感じ。タピってた。毎回買うのはダメだから、まあ、最近3回に1回ぐらい。全然その分もう1回だから2、3時間走ってたから、まあ、タピオカ分消費しようみたいな感じのモチベで走ってた。今これにハマってるものってないの？なんかそういうのよく雑誌とかでね聞かれるからね、こう私結構ぼーっと生きてるから言われたら、あ、それハマってるってなるんだけど、パッて言われたら思いつかないんだよね。何にハマってる？なんだろうな。ハマってるもの。朝シャンハマってるわけじゃないけど、で夜お風呂に入るんだけど、なんか朝シャワー浴びちゃう。また水にハマった。水はでもねずっと飲んでるから別に最近ハマってるものじゃないか。最近ちょっと暑くなって、あと朝がそんなにめちゃくちゃ早いっていうのがもうあんまりないので、お仕事でも最近だから、しかも最近ちょっとなんか目覚ましより早く起きたりとかするから、ちょっとなんか
そうあるよみたいな感じになって、すっきりみたいな感じかな。録画にハマってる、いや昨日の今日じゃん。ハンモックはもういろんなとこで言ったから考えとかないとな。もしねこれから5枚目出るってなってさ、いろんな雑誌とか出させてもらえたらさ、きっと聞かれるから、なんだろうな。もう七並べだな。うん、ずっとやってるけど、何ですか逆に私がハマってるものって。あ、私は ST48 に徳川まり、ありがとう。ああ野菜スープ作り、確かにそれな、それな、うん確かに、あそうだ、それかな。待ってな、新幹線。なんかそういうのって大体自分が好きっていうより最近ハマってるものだから難しいよね。こうこれじゃないって言われても、いやそれはずっとやってるからみたいな感じになっちゃうから。そうだな、野菜スープだな、野菜スープのバリエーションを増やしてみよう。いや別にそれはいい全然自分が飽きたら味変するから、それは別に私は求めてないかな。なんだろうな、野菜スープかな、野菜スープ作りにハマってます。ハマってるのは勉強にハマってるって言わないでしょ。みちょはね、もうあんまり読んでないかな。うん、一眼で写真、私が最近ハマってるの見ました？一眼でハマってる写真、最近なんだろうな、もう野菜スープですかね。じゃあ難しいねこういうのってやっぱり。うん、なんか言葉が難しいよね。最近これをやってますっていうか、最近ハマってますっていうか、何なんだろう、難しい。うーん、野菜スープ第3弾をね明日明後日ぐらいに作ろうと思ってます。また、ので作ります。あ、トマトかも。トマトにハマってる。いやもうね、もう終わったかも、ブーム2日で終わったかな。もう今あんまりトマト良くないかも。おとといぐらいがピークだったかな。おとといがピークだったかな、トマトも。もうハマってないかも。家にちょっとあるけど、なんか食べようと思わないかな。うん、飽きやすいのね。うーん、っていうか別にその日に多分トマトが急に食べたく取りたかっただけかもな。なっちゃん苦手ね。どうやって食べてたの？生でこんなミニトマトとかだから、プチトマトとかフルーツトマトとかだったので、それをそのままでした。
多分その日に食べたかっただけだと思う。最近あつ森にハマってますって言ったら、それなまだ当たんない。ピエン、でも私今買っちゃうと多分ハマっちゃって勉強しなくなっちゃうから、もう当たんなくていいのかなって思っちゃうね。もうずっとやってそう、一日中怒られちゃう先生に、やってる勉強って。うん、うん、そうそう、うまいね。歌っちゃうな、歌っちゃダメだな、著作権だな。なんだっけな、題名なんだっけな、なんかスマップさんの、ちょっと歌詞的に作る、君は君だよっていう曲があるんですけど、これ私なんか女性が歌ってるイメージがあって、スマップさんの曲なんだって一昨日ぐらいにびっくりした。あーって名曲やな、なんかめっちゃびっくりしたってなって、私は誰かがどなたかがカバーしたやつを聞いてたのかなと思って、そしたらカバーされてないんですよね、そのメールのやつ。そうそう、カバーされてないみたいで、じゃあ誰が歌ってたんだっていう。しかもこれ発売されてるの1993年なんですよ。私全然歌ってない、全然生まれてないんですけど、ひめちゃんのリボンって見て、そう、それの主題歌って書いてて、でもそれ自体も結構前なんじゃない。だってそのさ、放送してるのもこの1992年から1993年に放送されてるから、歌ってみたとかかな。だとか私ネット見ない、これはちっちゃい頃に多分聞いてるんだよね。し、私それこそなんか動画を見ないから、別にちっちゃい頃なんて私ネット環境がなかったから、テレビなんだよね、絶対テレビなんだよね。何なんだろうってなってる。なんかの番組でカバーして歌ってるのかも。でもさ、これ別にさ、一回聞いたところでさ、ちっちゃい頃にそんなに記憶に残んなくない？何回も聞いてるんだと思う。お母さんはね、歌は歌わないです。お父さんも歌は歌わないっていうのをずっとなってた、その日。えって、私はどこで聞いてるの、これを、この曲をってずっとなってた、謎。あ、前世の記憶。私そんなにさ、そんなにすぐ生まれ変わったんだ。じゃあこじこじはこじこじだよ。こじこじ好きだな私。こじこじ、私はじゃあ1997年までに、だって1993年から7年の間にお亡くなりになってるってこと、私の前世は。お母さんのお腹の中、私がお母さんのお腹の中にいたのは
1993年書いた4年間いっちゃう。友達のカラオケお墓とかはない。私カラオケに全然行かなくって、行かなくって、友達のカラオケのお墓ってなんだろう。あ、でも BBQ ちゃんとかは君が代を歌ってるイメージ、ガチな感じで歌ってるイメージ。踊り姫ちゃんは大原桜子さんとかももクロさんとか歌ってるイメージ。な、2回ぐらい行ったんだよね、大学生になってから、この方たちと。こんちゃん何歌うんだろう、歌うんだろうな、みんな全然行かないから。あ、ドリカムとか歌ってる。大阪ラバーとかめっちゃ歌ってた、あの踊り姫ちゃんが。めっちゃ歌ってた。ドリカムさんはなんか親がよく聞いてたので、なんかあの車の中でとか流れてたかもしれない。意味に七並びしてたね。9時からガチってました。今日花金ですね。ザード歌ってほしい。うん、いいですね。サックス40層したの。負けないでもう少しって、最近当たりません、うん、あんまりね最近できてないからね。6月よりも割と当たる頻度がね少なくなってると思う、うん、きっと。うん、貝が割れません。すごいよね、あれ。なんかめっちゃ面白いんだけど、私なんか勢いでそのよく分かんなかったから、その30個入りを買っちゃって、え、待って、私6000コイン使ってんのってなって、まあなんかもいっぱい持っとけばいいやみたいな感じ。でもいいよねこれさ、なんかハンマーもらえるじゃん。だからさ、めっちゃハンマーの個数使ったとしてもさ、結局割れるから、わーい、無料で割れたって感じだよね。ハンマーしても外れあるの？外れはないけど、ただ割れないってのはある。割れたら絶対何かが出てきます、うん、コインがもったいない。もう全然そう思う方はね使わなくてもいいと思います。私もだってアイコンガチャはもう、いや、これにコインは使いたくないと思って全然引いてないから。アイコンガチャ引くぐらいなら普通のカード引きたいって思ってる人なので、全然ね、それはなんかいいと思いますよ。人それぞれのね楽しみがあって。コイン使ってない。あ、なんかコインを使って買ったハンマーだと絶対割れるみたいですよ、うん、レインボーシェルから未知のシークレット出た。すごーい、すごいすごい。レインボーは買ったやつじゃないと割れないね。そう、そんな感じ。
ね、新しい、めっちゃね、すごい全然新しいイベントね。しかもなんか貝殻割るって可愛い、すごい。ね、ね、いろいろ考えてくださるのありがたいよね。あ、トリジャーボックスが好きです。私もトリジャーボックスが好き。トリジャーボックスが好きだよ。ハンマーってどう使うの？詳しくは、詳しくはアプリへ。ゴー。私もね、あのイベント出た瞬間意味が分かんなくって、最初はトレジャーボックスみたいにその対戦してるところに貝が現れて、なんかトレジャーボックスみたいな感じなのだと思ったの。だからちょっとやってみようってやったら、え、なんか貝殻もピコピコハンマーも出てこないんだけどと思って、しかも買ったピコピコハンマーどこ行ったのって思って、なんか洗濯するとこないし、そのタイリウムのところみたいな感じでピコピコハンマー洗濯できるのかと思ってないし、なんか貝殻も出てこないし、これわ、今なんか意味わかんないんだけどと思ったら、終わったら貝殻とピコピコハンマーがもらえてって、あ、でそのホームボタンのところにその貝殻イベントのさ、あのボタンがあったから、あ、なるほどって、こう1回やるごとにもらえて、もらえたやつをここで処理するんだと思って、うん、やってみたらわかるって感じ。そう、ホーム画面、時間制限あって最初はしてたね。1時間だよね、1時間。まあ余裕のよっちゃんかな。カードも出るね、みたい。まあ、詳しくはね、すごい分かりやすくアプリの方に書いてくれてるので、それ見てやって、私みたいにわけ分からずやって理解するっていう、あ、こういうこれを書いてたのねって。まあだからやって、読んでやってみてください。お願いします。わーい、わーい、やったわわーい、やったわ。あー、あ、こんなに少ないんだ意外と。あ、でもそっかっていうね、私は何を、何のデータが来たのか、そして何を見てるのか。よくジョーカーだけが残って安息負けになる。ダメだよ、ダメだよ。一回は乗りたいのね。乗りに来てください、ぜひ。お、1万人ありがとうございます。あー、ありがたやー、ありがたやー、ひーし、ひーし。ショールームのコラボ配信するとしたら誰としたい？うん、あんこちゃんかな。あんこちゃん元気かな。
と元気なんだろうな、うにょうにょしてると思う今頃ね、きっとね、ベッドじゃない、ベッドの下かな、よくベッドの下に入るんですよ、ガサ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 って。それかソファーの上ですかね、ソファーの上で見て、ソファーのこの背もたれのところにこうやってやってこっち見てるみたいな感じ、みんなが何してるのかなって、見てる。もこちゃんの夜どこで寝るんですか。うちゲージが基本、あんこはゲージにいないので、まああんこの寝たいところでって感じかな。うん、すごい、うん、なんかベッドの下にいたり、まあ、冬は一緒に寝ることもあるし、あとはどこで寝てるんだろう、廊下で寝てたりとかもするかな、わかんない。私たち2階で寝てるから、1階で寝てる時にどこで寝てるのかは知らないかも。でもなんか廊下で寝てる時もある、夏とか特に。わかんない、寝たいところで寝てるかもしれない。ジョーカーをいつ使えばいいんじゃろうか。ジョーカーで反則負けになっちゃうって人は、もう反則負けになるより絶対パスして負けた方がいいから、もしかしたらその先、そのパスしてる間に誰かバーストするかもしれないし、絶対私は絶対反則負けはしたくないから、もうバースト負けする、いつも。みんなもそういう人多いんじゃないかな、うん、あんこって家の中で寝てるんだ。そうだね、家の中で寝てます、基本。日中は外、日中は外にいます。ジョーカーを早く使ってしまうか。ああ、私はわかんない、まあその時々によるかもしれない。ユイリンの反則負けだが可愛いから反則しちゃう。私反則負けしないから聞かないかも。反則負けだって言うの私が。へえ、そうなんだ、知らないかも、反則負けしないから。あんこは散歩は朝と夕方するの。そうです、そうです。ユリアジョーカー終盤まで残してないでしょ。別に終盤に使うこともある、その最後の3枚で使う時もあるし、 それこそね、あやばいジョーカー使えなかった、でパスしてバーストして負ける時もあるよ。ユミリンの声が一番綺麗に録音されてるけど、なんでだ。七並べの話、めちゃくちゃ嬉しい。みんな多分同じところで撮ってますよ。でも私その時にめっちゃ声枯れてて、握手会の次の日だったのかな、だからめっちゃ声枯れててすごい嫌なんですよね、うん、ワンちゃん家の中でどうやって言おう。私のあしないです、うちの我が子はですね、しないんですよ、はい、家の中で。その代わりちゃんと朝と夕方にお散歩に行きます、
んかね一斉に全部撮り直したいけど、まあ、中にはね昔の写真だからええんじゃっていう人もいるかもしれないし、うん、ですね。じゃあそろそろ、中3ヤルトさん、ユミ楽しい、ありがとうございます。12号セブンさん、ありがとうございます。11ナオさん、君は君だよ、だから誰かの望むように生きなくていいよ、ありがとうございます。10位大好きマンさん、ありがとうございます。9位ちまささん、ありがとうございます。8位スナンプくんさん、今日もユミリン配信で手エネギチャージ完了、ありがとうございます。7位ゆうくんさん、ありがとうございます。6位リキヤさん、ありがとうございます。5位のりヘクスさん、ありがとうございます。4位遠藤さん、ゆみ大大大大好き、ありがとうございます。3位コーランさん、何番が好きですか、番号何番が好きですか。好きな数字はでも7とか8とか好きです、ありがとうございます。2位ともやさん、壇上が変わったかな、でも変わったけど変わってないのかな。2位ともやさん、ありがとうございます。ターもありがとうございました。そして第1位はあきんどさん、ゆみりん中長部族中部、ありがとうございます。かわいいターもありがとうございました、ありがとうございます。うん、ピヨ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 おばさん、ピヨピヨ。ティン、今日のダッキーボーイファルコンさんです。おめっとん、明日いいことがあるでしょう。うん、それでは明日はちょっと早いのかな、朝なのでしっかり寝たいと思います。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさーい。